はい、皆さんどうもこんにちは。ついにこの日やってまいりました。佐川ね、理財局長の承認看板ね、これがあってミステリーが興奮するというこの困った時に書き込まれて、はい、僕たちのね、もう理屈は簡単でありまして、もう野党とマスコミは全部悪いと、ね、見事な答弁するかね、佐川さんね、もう聞いててね、すっきりしちゃったんだけど、それでも小池さんのね、何が何でも何の罪がなくても安倍が悪いとかね、それについてね、徹底的に困った日本を語りたいと思って、アメリカのね、トランプさんと、日本のね、あれを考えた時に、日本ってなんでこんな韓国に寄ってるのかなと、ね、本当だよね。で、今もね、ちょっとね、まあ、プライムニュース見たんだけど、陳哲郎さんがね、いろいろ言ってたんだけど、やっぱり僕らは日本人なんだから、はい、純粋な日本人の政治家たちと一緒に動きたいと、はいはい、そうですね、はい、そういうことも含めてね、まあ、安倍応援団になっちゃいますけど、仕方がないよね、それが一番ベストで一番いいからということで、はい、行ってみたいと思います。それでは行きましょう。いいですか、はい、困った時の百刀番。やっぱさ、なんか日本ってのは韓国と違うんですよと、民進党とかああいう議員に言いたいんだけど、韓国はさ、感情でパククネがさ、ほら刑務所入れられるようなことしてないにもかかわらず、有罪にしてさ、刑務所入れて、懲役何十年、あれと同じことをしようとしてるんだ、まさにそうだよね、けども、日本ってそういう国じゃないから、ここは日本なんですよ。でね、まず今回の承認喚問って何のためだったのかっていうことをね、はい、言うと、表向きは別なんだけど、結局、そのさ、文書書き換えに対して、ね、安倍さんとかね、要するにさ、安倍さんの昭恵夫人が、ね、こう削りなさいとか、そういう関与があったんじゃないかとか、ね、忖度があってっていうのは、まあ、忖度ってまた難しいんだけど、そういう関与があって、それをもう政治がすごく絡んでんじゃないかって話なんだよ、ね、それ以外の話はあんまり関係ないことであって、それに対して佐川さんってちゃんと答えたんだよ、ね、立派だったね、それ以外の変なわけのわかんない質問はやっぱりさ、自分のに勝ってくれて、これね、罪でも本当は何でもなくて、裁判になったとしてもさ、そういうふうにね、有罪になる問題ではないってことが前提なんだけど、それで彼ははっきり言ったのは、全く関与はありませんと、そしたら野党のバカ議員たちが、ね、全く関与がないなんて、そんなこと誰が証明できるんだね、本人がそう言ってんだからさ、本人に質問してんだから関与はありませんでしたって言ってるわけじゃない、どこにそこのね、承認喚問の場って嘘ついちゃいけないっていう、そういうあるわけで、そんなプレッシャーの中で真実述べてんのに、何をそういうさ言いがかりつけて、だから今ね、本当の詐欺師かどうか分かんないんだけど、まあ、詐欺まがいのことをやって今そ、あれされてるさ、ちょっと調子よく被っちゃっただけなんだね、籠池さんとかね、あれの人間が私嘘は言っちゃいけませんとかさ、私のは真実ですか言ってるのを、ね、持ち上げて、承認喚問に出てきた佐川さんのことについて、安倍さんとあれが関与しないので嘘だっていうのはおかしいよね、だから聞く理由がないよね、でもっとおかしいのは、これ疑惑は晴れないんだから、やっぱり安倍昭恵を呼べとかさ、だって、ね、呼ぶ意味ないじゃない、全く意味ない、で意図は分かるよね、みんなね、これを聞いてる奥様連中が言ったらよく聞いてください、はい、奥様連中いるかどうか分かんないんだけど、はい、どうすると思う、俺がもしかして野党側の軍師だったら、いじめてノイローゼして胃潰瘍にして殺そうと思う、自殺させようと思う、はっきり言って、韓国人は、まあ、ごめんなさいね、朝鮮半島の人間たちはそう考えるから、ね、そういうふうにして人間としてダメにしてしまおうと思って、承認喚問出てくる、ね、あれでしょ、パックに追い詰めた時と同じ、同じやり方、同じ、だから人間の心ってね、簡単に折れちゃう、ましてや女性でね、それを例えばフェイスブックのいいねにすらさ、あれして周りからフェイスブックで自粛しろとかさ、ふざけてるよ、だからこれってね、結構なんだろう、野党と与党がね、全部仲が悪いわけじゃなくて、与党の中でも野党寄りのやつとかいっぱいいるんだよ、はっきり言って、だそういう人間たちも結託して、とにかく安倍を下ろしたいと、そういうとこから来てるんだよね、要するに憲法改正させたくないとか、日本から出てってほしいね、そう、だからこれでまたさ、留院落としちゃったのが、石破さんね、石破さん、何のための承認喚問だったかと、そんなのさ、承認喚問しなくてもいいのにしただけのことなんだから、そうだよね、あと小泉、ね、小泉のバカ息子ね。ね、父さんはもうしょうがないから、気違い老人だけど、息子はバカ息子でしょ、あんなダメだと思う、まあまあ、ダメだね、結局ね、結局、パフォーマンスが強すぎちゃって、本当に日本のことを考えてないのよ、で今 ね、こんなことどうでもいいことなの、俺がすごいと言いたいだけの人だもんね、そう、忖度があったって構わないわけだよね、それで書き換えがあったって、その内容に関しては犯罪にならない書き換えなんだよ、いや、あれでしょ、なんかさ、籠池さんがこう言ったって、会話の内容についてのそうを書き換えただけであって、昭恵さんがどうのこうのって問題じゃないじゃない、そう、それでね、なんか100万円がね、もらったとかなんとかわけのわかんないさ、ね、話が出て、返しに行きますとか言って、街頭演説の時に、札びら持って、ね、そう、札びら、表と裏だけ1万円で、あと、なんか白い紙の札持ってさ、ね、本物ですかって言ったら、中身見せられて、パフォーマンスやらせて、
そうで、それもいいのよ。だって、うん、あの人としてはさ、愛国心強いさ、大阪の困ったさ、せこい男でしょ、簡単に言えば、うん、まあそうね。それが簡単に言うとさ、理財局にうまいように言って犯罪者にされちゃったんだよ、まあね。だから籠池さんを、まあ、気の毒だと思うことなんだよ ね。だから問題は、うん、籠池さんが何が激励に触れたかって言ったら、教育長をやって愛国心強い学校を作ろうとしただけなんだよ、うんうん、そうだね。それが日本に向いてなかったんだよ。それで安倍さんまで行ってみたくて、日本はそうするべきだったんだけど、学校増やし、うん、増えてほしかったけどね。そうだって俺、まあ、みゆちゃんがよく言うけどね、うん、今俺たちがアメリカで例えば車で走っててもあっちこっちにアメリカのさ、うん、国旗がはためいてんだよ、ね。うん、いろんなビルの上に、自社ビルとかの上にね、うん、いっぱい今バカなお母さんたちは多分さ、どっかのところに日の丸がはためいてたらね、はためにはためいてたら あれ右翼よとか言うんじゃないの。なんで右翼なのって思っちゃうよね。自分の国の旗で、自分たちの国の旗で、うん、自分たちの国の国家でしょ、うん、ね。だから共産党とかさ、はっきり言ってさ、これはもうテロリストの集団であることは認定されてるわけだし、ね、うん、共産党の考え方もひどいもんだよ。テロと準備罪がさ、うん、できたのに逮捕されないのかな。笑っちゃうのはさ、天皇陛下をね、税金で養うなんてどういうことだってことで、だったらさ、ね、募金で養いとかさ、バカなこと言ってて、だったらさ、国に住んだとかさ、共産党のに行ってる税金のよっぽど無駄じゃん。そう、まあだからね、共産党はそういう意味ではさ、まあ、変な話で政党助成金もらわないとかさ、いろいろ言ってんだけど、うん、いや他にね、要するに奴隷のようにこう使ってるさ、共産党員がいて、新聞100部買わされてどん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 ね、真実をちゃんと述べて、ああいう、ね、こういうのを見てさ、貴乃花も見習ってほしいと思うんだよね、うん、本当、ね、もうバカみたいな話だから、うん、だからさ、いいも悪いも、うん、はっきり言ってさ、そんなね、8億円の値引きだとか言ったら、あの案件を理財局長のね、うん、トップがね、うん、いちいちその最終的に把握してないし、その責任も取る必要はないんだよ、うん、遺憾は示すけど、ね、だから簡単に言えば、ムテキングが昔ね、大昔ウィザーディーンでさ、うん、東横デパートを見せ出した時に、うん、放送の仕方がね、下手だって言ってね、うん、こんなんじゃダメだって、また難しいことだったんだけど、でクレームが来たの、うん、でそのクレームの時に社長出せって言うんだよ、はあ、バカな話だよ、バカだよね、バカでしょ、それとさ、バカな顧客、うんうん、あれ挙句の果てにはそのデパートのトップと会長だとか、デパートの社長出せなんだよ、バカじゃないの、そう関係ないよ、ね、うん、だからそういうことを考えた時に、うん、やっぱりいろいろあるよね。で俺 ね最後にちょっとフェイスブックで見たね、すごく面白かった話なんだけど、はい、おかしかったんだけど、コンビニでバイトした人がいたんだって、うん、ね、そしたらすごい混んでたんだって、うん、でヤクザが来てさ、うん、割り込んできて、はよはよ会計しろとか言ったらしいんだよ、うん、じゃあすいませんちょっと並んでるんで後ろ回ってくださいって言ったら、ヤクザがね怒っちゃってね、てめえこの野郎ってね、物を投げて、お前覚えてろな、あとでうちの組長連れてくるからって言ったらしいんだよ、うん、それですいませんでもね並んでるんだって順番守ってくださいって言ったら、うん、そうしたら翌日組長来ちゃったらしいんだよ、うん、それで車の中連れてかれたんだって、うん、それで周りの人が心配で見たらさ、しばらく20分ぐらい出てきたんだって、うん、でどうだったって言ったら、この組長が、どういうことなんだ、お前うちの組に泥塗ったのかと、うん、なんて2階に住んでたらしいんです、その組長、あそうなんだ、組がね、そしたら、いや皆さん今度今度並んでるのにね、うん、突然割り込んできたんで、うん、すいません後ろ並んでくださいっていうふうに言ったんだって言ったら、うん、組長が、お前のが正しいっつって、うん、その組ボコン殴っちゃって、ね、名刺渡して、お前みたいな混んでないやつが民間にいるなんてって言って、うん、それでなよかったらうちの組来いって余計のせいだけど、だからまあいい悪いじゃないんだけど、何癖って何でもつけられるってことなんだね。そうだよね、うん、だから今回のものはもう国民みんなに分かってほしいんだけど、俺はもう関係ないよ、こっち来てるから、うん、トランプだったら同じことがあった時にみんな解任しちゃったでしょ。そうだよね、それでね、強権で解任だって言うけど、そうじゃないの、うん、民主党だった当時の人間たち今まで使ってるのがおかしいわけで、うん、そんなの解任しなきゃいけないんだよ全員、党が変われば、うん、やっぱさ、その賄賂とか癒着とか変なもので、うん、生き残ってる人たちを、そういうのをやっぱりスパッと切ったのは立派だよね、うん、そうそうそう、だからね、トランプは何もほらもうね、うん、アメリカで あれがない、うん、マスコミだけ言ってるだけだけど、うん、あとマスコミ潰しゃいいんだけど、うん、まあ安倍さん頑張ってね、この野党とあとマスコミをね、うん、やってほしいなと思いました、うん、やっぱり一番心配なのは岸さんが心配でね、やっぱり、いやだからさ、簡単ノイローゼンすることなんて簡単なんだよ、うん、人のことを、そのやり方手法をよく知ってるから、野党はとにかく弱いところからやろうとしてね、卑怯、うんうん、だよね、本当ね、だからおかしいよね、家庭内での、ね、ことで私が聞いて昭恵とは話をしてるから必要ありませんってね、うん、家庭内ことが信頼できるか、その時にもう誰かが言ったよね、こんなじゃあさ刑務所の中の堀の中のことの方を信用するのかって、本当だよね、
まさに野党はもう本当ね、全部解散してほしい、全部維新でいい、うん、共産党なんか獄門張り付け死刑、本当だよね、うん、そう、あと民進党じゃないとかね、あとあの立憲民主党は、うん、とっとと韓国に返せ、本当に帰ってくれ、不参考にみんな返せ、本当さ、ちゃんとさ、もうみんながどっかの出身だって出てるわけだからね、チンはもう本当とっとと帰るから、自分の名前ね、福山の人はチンと通に直せということで終わりたいと思います。困った時の110番でした、どうもありがとうね、はい、さようならです、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。